はい、こんにちは。翼ゴルフの翼です。今回はクラブセッティングの方を紹介していきたいと思います。翼ゴルフ始まるよ。視聴者さんからクラブセッティングの方ですね、ぜひ、紹介してほしいっていうご希望があったのでしていきたいと思います。はい、でまずドライバー、ドライバーがエピックスピードです。キャロウェイのエピックスピード、はい、の 10.5 です。でこれ非常に球が捕まりやすく、まあ、どっちかっていうとフック系が出る感じにはなっております。でここに、シャフトなんですけど、G アッタスの 7X、マミヤのシャフトですね。はい、で調子が中調子です。でマミヤの中ではあんまりしならない、と言われているシャフトで、まあ、結構僕先がしなるやつが苦手なので、元調子とか、まあ、中調子が一番好きでこれを使っております。 7X です。重いシャフトが結構私は好きなんで使ってます。で、グリップはゴルフプライドの、これちょっとごめんなさい、名前、あ、 CP2 だ、 CP2 です。ゴルフプライドの CP2 っていう、結構触り心地がいいです。シリコンみたいな素材です、どちらかというと。で、1ヶ月半ぐらい前にここですね、小指の下の手首のとこ腱鞘炎しちゃったんで、グリップを、これ50巻きにしております。50巻きですか。50巻きです。で、前知り合いのプロにここがちょっと痛くなっちゃったっていう話したら、グリップ太くすれば治るよって教えてくれたんで、もうそこからドライバーは、あ、ドライバーと5番ウッドグリップを太くしております。っていう感じです。で次に3番ウッド、3番ウッドはテーラーメイドの M4 です。はい、15度で、これもボールが上がりやすく飛ぶって言われてる、まあ、M4 テーラーメイドの中でも、名機と言われてるのは M2 がそうなんですけど、 M4 も小平プロ、アメリカで戦っている小平プロも M4 のこれ使ってます。楽です、とにかく楽に飛んでくる。で、シャフトは、ツアー ID の DI の 7S を入れております。でこれも、中調子で、まあ、DI の中では結構シビアというかきついシャフトなんですけど、まあ、S にしてちょっと自分の少ししなりも入れながらやってる感じです。昔は X 使ってたんですけど、ちょっともう棒みたいになってきちゃったんで、 X が、まあ、7S で少ししなり出しながら飛ばしたいなという感じ で、これの特徴はあんまり左行かないです。この DI の 7S は左に行きにくいクラブ、うん、はい、でヘッドが優しくてシャフトがちょっときつめみたいな感じで使ってます。でこれはエリートグリップです。はい、これは20巻きですね。3番ウッドは実際まあそんなに使わないですね。ロングのセカンドかティーショットで、ごめんなさい、ドライバーの飛距離言ってなかった。ドライバーの飛距離が260から280ヤード、うん、で例えば260より先行くと池とか、なんか傾斜にかかっちゃうよって時にティーショットで使います。という形で、で次に5番ウッドですね。5番ウッド、5番ウッドはキャロウェイのエピックフラッシュのスターでございます。はい、でこのクラブも18度で、ボールがとにかく上がって、捕まりやすい形です。でこれに、G アッタスの 7X を使って、結構やっぱりコースではドライバーと5番ウッドを使うケースが多いので、これもグリップフト50巻きにして、ゴルフプライドの CP2 やってますね。これで飛距離で200-230 で、フックで飛ばすと240ぐらい、まあ、これ結構飛ぶクラブなんで、はい、使ってます。これ結構おすすめです。で次に、U4 です。ヤマハの
リミックスの19度使ってます。でこれはラフとか、ピンまで210ヤード220弱ぐらいの時に使います。でやっぱりショートホールで200超えるショートが結構あるのでそういう時にも使います。はい、でこれがヤマハで、純正なんでグリップ全然交換してないです。スピーダーエボリューション4です。はい、のフェアウェイで、これは60の S です。で、まあ後でアイアン紹介するんですけど、アイアンも前安ゴルさんの時にクラブセッティングさせていただいたんですけど、その時よりも軽くして軽型にしております。一気にそこから軽くなるんですね。軽くなります。なるほど。本当はドライバーとかフェアウェイウッドも軽くしたいんですけど、うん、ちょっと感覚がやっぱりずっと重いのを使ってたん で、うん、でこっちだとやっぱ顕著に出ちゃうんですよ。飛ぶから曲がるとすぐ OB になっちゃうんで。なるほど。アイアンだと飛ばすクラブじゃないし飛んでも OB ってそんなないんで、だからまあちょっと変えて。このユーティリティもシャフト式結構でも 60S だけどしっかりしてるんでそんなに変な曲がりしないし、うんうん、結構おすすめですね。なるほど。次に、アイアンなんですけど、5番から10番まであります。ホンマの、ツアーワールドの TW747VX、でございます。2019年か20年ぐらいのモデルで、はい、使ってます。5番アイアンでだいたい200ヤードぐらいです。でこれがシャフトが最近、まあ、これに変えたんであれなんですけど NS プロモーダ3の、105の S です。はい、これ結構ツアープロの人も使ってる人多くて、まあなんですかね、軽型って感じですね。変なしなりしないし、うん、軽いから振りやすいから飛んでくれるみたいな。でホンマのヘッドがですねこう結構小ぶりで、僕結構やっぱちっちゃい顔、ちっちゃい顔が好きなんでこんな感じでやってます。ラフが打ちやすい、抜けがめっちゃいいです。これほんま、なるほど。でこれメイドインジャパン坂田って書いてあるんで、坂田先生、風の大地っていうゴルフ漫画皆さん知ってますか？もう名作ですよね。坂田先生が、多分、まあ、監修したアイアンなんだと思うんですけど、もうめちゃくちゃいいです。かっこいいしっていう感じで、でこっから5番6番7番8 9 10ってやって、5番で200、6番で185、7番で170から175、8番で、165前後、9番で150前後ですね。で10番で140前後ぐらいで打ちます。で結構やっぱ10番で140だとちょっと飛んじゃってるので、まあ、これシャフトの関係もあると思うんですけど、これ飛ぶので私はですね、その次にキャロウェイのジョーズの46度バンス柔道を入れております。はい、これの105です。だから10番で140打つとこれで大体125とか130ぐらいの感じでちょうどバランス取って打ってるから、うん、まあこれも最近入れました。はい、いい感じですか。52度、これはもう古いんですけど、MPR4、52と58は MPR4 です。で52がバンス7度、58が10度っていう感じですね。で52度だが、105ぐらいが僕のちょうどいいビットインっていう距離です、うん。はい、ビットインって何ですか？ビットインぴったり。ぴったり、ああそういうことですね。なるほど。ジャスト、ジャスト、はい、はい、っていう感じで。じゃあ105ヤード来るともうよっしゃみたいな感じ。そうですね、105ヤード来るともうかなり嬉しくなっちゃう。で困るのは110ですね。あ、なるほど。110になるとちょっと振らないと飛ばないんで、うん、で振るとですね、皆さんも経験あるかもしれないけど振ると逆に飛ばないみたいな、ショートアイアン、ボールとヘッドスピードが上がるとボールとクラブの間の摩擦が強く出ちゃってボールに回転がどんどんかかってきて、で、バックスピンがどんどん入っちゃうんで、うん、全然飛ばないみたいな感じがあるので、
あんまりフルスイングはしないですね、うん、105がちょうどいいかなと。なるほど、はい、110とか打つときはどうするんですか。110だと46度でハーフショット。ああなるほど。で今やってます。それが一番ミスが少ない、はい、感じです、まあ、たまにラフとかだとスピンがボールとフェースの間にラフが入ってスピンがあんま入んないので、うん、で110とか115だとこれで52度で打ちます。ラフは。なるほど。フェアウェイはやっぱあんまり105までって感じで使っております。でグリップが、52と58な同じなんですけど、イオミック、はい、のブルード。ちょっともうこの辺がもう変えなきゃいけないんですけど、もうビラビラになってきた。ビラビラになってきた。結構使い込んでますね。これかなり使い込んでます。だからこれグリップ力すごいんで、こんなに使ってても全然落ちないグリップ力。イオミックのグリップ力すごい。全然滑らない。結構使ってますけどね。なんか年季入ってる感じしますね、はい、でこれが、ダイナミックゴールドの S200 です、うん、シャフトが。で本当は105にしたいんですけど、まあもう慣れてるんでそのままこっち使ってます。はい、次にゴッパチです。ゴッパチが、バンス10度で、これ見ていただくと分かるんですけど、ここがもうへこんできてます。すごいですね、はい、これバンカー練習をたくさんするとこうなるんですけど、でバンカー練習をたくさんして、自分の好きなバンスにしてる感じ。好き。おお、なるほど、はい、だからこれ今10度なんですけど7度前後になって、なってるはずです。結構削れてるんで。すごい。でやっぱバンスがない方がフェースは開きやすいので、だってフェース開きやすいんで、バンスがあるとあんま開くとこう跳ねちゃうから開く、まあ、バンスあんまないやつでちょっと開くとちょうど打ちやすいかなという、うん、でここを見ていただくと分かるんですけど、フェースもですね、かなりもう擦れてですね、あの溝がほぼないですね。本当だ、うん、変えなくていいんですかこれ。これでもこの上がしっかりあるんでスピンは入ります。へえ、はい、ここはなくてもこっちがあればスピンは入るんで。そうなんですね。フェイスに乗ってる時間が長いってことですか、そうすると。あ、そうですね、長くするイメージで打ってます。まあ、練習もそういう感じでしてるんで、まあ、このここなくてもここでスピン入れてるうちは、まあ、アプローチ調子いいかなっていう感じ、はい、やってます。でこれもシャフトもさっきと一緒で52度と一緒でダイナミックゴールドの S200、うん、でグリップはイオミック、ここはビラビラっていう感じでやってます。で、58度が80ヤード前後、うん、はいですね。で基本的に僕は80ヤード切ると58度しか持っていかないです。でアプローチは全部58度で低く打ったり高く打ったりっていうのをやってますね。本当は52とか、ピッチングとか9番を持って、あのアプローチでいろんな種類のアプローチをまあやった方がいいとは思うんですけど、僕はあのラウンドレッスンよく行かせていただいてて、ラウンドレッスンだと僕がですね、私が58、52、ピッチング9番とかいっぱい持ってるとですね、お客さんのクラブをやっぱ持っていろいろサポートをするときに自分のクラブが邪魔になっちゃうので、それで58を多用してるんで、基本的に練習してるクラブじゃないとうまくいかないっていうのが僕のまあ持論というか、多分まあそうだと思うんで、私は58で全部やっております、はい、だから練習してる52とピッチング9番をたくさん練習してるんだったら全然いいと思うんで、まあ見てる人は581本というよりは52とかピッチング9番使ってアプローチするのがいいかなと思います、はい、っていう形です。あ、最後パターですね。パターはベルサの、オデッセイのベルサのベルーサ、ベルサ、ちょっとごめんなさい、ニュアンスが分かんないんですけど、ないんです。
かなり電気入ってますね。これはもうボロボロでですね、うん、もうかなり使ってます。すごい、はい。まあ、パターと女性はね、やっぱ一途に、あ、ごめん、またよくそういうつもりはないんですけど、はい、ずっとこれ使ってます。で、昔はパターを1日交代とかで、変えてた時がありました。うわ、そうじゃないですか。いや、ごめんなさい。その時はやっぱり月日が経ってだいぶ自分も変わったんですけど、はい、で、その時はなんでそうしてたかっていうと、パターって嫌なイメージとか入らないイメージがあると絶対入んないんですよね、ショートパッドとか。まあ、皆さん多分そういう経験あると思うんですけど、例えばもうやべえこれ絶対引っ掛けそうと思ったら引っ掛けるし、うわこれ右に開きそうと思ったら開くしとか、逆に引っ掛けそうと思って嫌がって開いちゃったりとかもあるんですけど、それなんでかっていうと入れたい欲が強すぎるんですね。もう絶対入れなきゃとか、もう入れたい入れたい入れたいみたいな、まあ中学高校ぐらいの男、あ、ごめんなさい、男の子みたいな感じなのか分かんないですけど、だからそれをですね、僕はですね、やめて距離感、とにかくもうパターは入れる入れない別にして狙ったとこに、距離感を出すことしか考えないようにして、はい、でそれから一つのクラブにしました。やっぱり距離感を本当に大事にした時に多分パターっていろいろ変えないと思うんですよね。あのクラブのしなり方もやっぱ変わると思うし、多少あのクラブによってはで、まあ性質も変わるしクラブによって、だから僕はこのベルサの9を、はい、ずっと最近は使っております。まあ最近っていうかもうずっと使ってます。で、グリップがツアーセンサーのゴルフプライドの、ごめんなさい、ツアーセンサーです。でこれは、グリップの親指、パターってこの左手と右手の親指の位置が結構大事なんで、まっすぐしなきゃいけないので、こうやって握ったりこうやって握ったりしちゃダメですね。なるほど。これでまっすぐ引いてまっすぐ打つみたいな形が一番シンプルなんで、これは結構握りやすくていいと思います。でちょっと太めにしてというか太めなので、手首をあんまりこねる人とかはおすすめです。はい、っていう感じですね。このぐらいでよろしいですかね。 あとボール紹介しましょう。ボールは基本タイトリスト使ってます。プロ V1 か V1X で、グリーンが速かったり硬い時は V1、 この V1 の方がスピンがよく入るんで。そうなんですね、はい、で V1X の方が、まあ、ちょっと飛ぶかなって感じなんで、まあ、グリーン次第です。グリーンがちょっと柔らかければ V1X みたいな感じで僕は使っております。で、まあグリップにそんなこだわりがないんですけど、このなぜグリップにあんまりこだわりをないかっていうと、こだわりがないんじゃなくてこだわらないようにしている感じです。逆にですね、はい、僕結構性格上結構細かくて神経質な部分が自分ではあると思ってまして、そんなことねえだろうと思う人いるかもしれないですけど結構ここの手の感覚とかこう鋭く本当は感じる方だと思うんですよ。うちの母親着物縫いなんで、ね、まあ、そういう遺伝もあるかもしれないですけど、だからそこに重きを置かないというか、グリップはまあ別に、まあ、滑らなきゃいいやぐらいの感じのスタンスでいて、手首を使わないで打つみたいな感じにしたいかな。で昔よくグリップにタオルを巻いて打ったりしたんですけど、それも同じで、まあ、手首を使わないようにっていうのを意識して、はい、今やってる感じですっていう感じで、クラブ紹介の方終わりたいと思います。もし何か他にも聞きたいことがあることあれば、どしどし、メッセージいただけたらなと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ボールは友達翼ゴルフ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いっちゃっ。